どうも、筋トレサプリ論文解説ですえ。本日は睡眠の質を高める栄養素を研究論文などに基づいて9つご紹介したいと思います。はい、ではまずはじめに、参考文献の URL は概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。僕のプロフィールなんですが、 もともとパーソナルトレーナーをしていまして全米ストレリングスコンディショニング協会の NSCACPD という資格を持っていますサプリに対するスタンスなんですが過去にいろんなサプリを取って体調を崩したという経験から現在はなるべく食事から栄養素を取ることにしています、えー、そのため気になる栄養素については研究論文などを確認してから摂取するかどうかを決めていてこのチャンネルでは僕が調べた結果を皆さんにシェアすることでサプリや筋トレに関する情報の格差を少しでもなくせたら嬉しいと思っています では早速睡眠不足のデメリットから簡単におさらいしていきます睡眠不足になるとテストステロンの分泌量が減ると言われていますテストステロンとは男性ホルモンの一種で筋肉を合成する働きを強めてくれたりするので筋トレをしている方にとってテストステロンの分泌量が減ってしまうのは筋肥大の確率も 減ってししまうう可能性があるるるのででデメリットになると言えるでしょうえ2つ目、空腹感が増す働きですね。睡眠時間が減ることによって空腹感が増してしまうという研究結果もあるので、食べ過ぎや摂取カロリーの増加につながってしまう可能性があります。3つ目、認知機能集中力の低下。睡眠時間が減ることによって当然頭の回転が悪くなってしまうということですね。えその他にもデメリットは多数あるということはもう皆さんご存知だと思います。 とはいえ、こういったデメリットはショートスリーパーと言われる睡眠時間がもともと短い方にとっては関係ない可能性もあるのでショートスリーパーの方に対しては例外とさせていただきます。 ははいでは早速睡眠の質を高める栄養素についてお話ししていきますまず一つ目ギャバですね2013年ファーマフーズインターナショナル株式会社さんの研究によると38人の高齢者に対して 100mg のギャバ入りチョコレートまたはプラセボチョコレートを4週間それぞれ取ってもらいストレスの指標として唾液中のコルチゾールの値を測定した研究でギャバを摂取していたグループでは 2週間後と4週間後にコルチゾールのわずかな上昇が確認されましたがプラセボのグループではコルチゾールの有意な上昇が確認できたということです要はギャバを取っていたグループの方がストレスホルモンであるコルチゾールの上昇がわずかだったということですねまたギャバを接種していたグループでは入眠や睡眠の維持朝の眠気 4週間後の倦怠感の回復などさまざまな効果も確認できたということです2015年株式会社ファーマフーズさんの研究ではギャバを取ることによって眠るまでの時間を約5.3分短縮できたという報告もありますえさらに2020年イギリスにおけるメタ分析では14件の研究をレビューしたところ ギャバの摂取がストレスと睡眠に有益な効果をもたらす可能性があると結論づけていました以上よりギャバを摂取することによってストレスホルモンが減少したり睡眠の質が改善される効果などが期待できるということですね 2>, 2つ目テアニンテアニンはアミノ酸の一種で緑茶のうまみ成分としても知られています 2011年カナダのブリティッシュコロンビア大学の研究によると ADHD と診断された8歳から12歳の少年98人を対象にしたところ1日 400mg のテアニンの摂取で睡眠の質が改善したという報告がありますまた2004年太陽科学株式会社さんと国立精神神経センター精神保健研究所さんの共同研究によると男性22名を対象にテアニンの睡眠改善効果を検討したところ起床時における爽快感や熟眠感疲労回復感 が改善したといいううふうに報告されていましたまたこの効果はテアニンを摂取して2日目から安定して確認されていたとのことですその他入眠についてもテアニンを摂取していた人の方が良好だったという報告や睡眠途中における覚醒もテアニンを摂取していた人では優位に減少していたというふうにも報告されていましたこの研究は人数が少ないというところはあるんですけれども睡眠に関するさまざまな指標においてテアニンによる睡眠改善効果を確認したということになります このギャバとテアニン2つを合わせた混合物についての研究もされていて2019年、高麗大学など韓国における研究ではマウスに対してギャバと L ・テアニン混合物を摂取させたところこのギャバと L ・テアニンをそれぞれ単独で摂取させた場合よりも混合を混ぜて摂取させた方が眠るまでの時間の短縮や睡眠時間の増加を示したということです。ギャバとテアニンそれぞれバラバラに取るよりかは一緒に取った方が睡眠改善効果が あくまでマウスにおいては確認されたということですね3つ目メラトニンですねメラトニンというのは脳にある消化体という組織によって生成される物質で年齢とともに減少します眠りに関わっている物質なのでメラトニンが分泌されないとなかなか寝つけないといったようなことが起きます2004年フランスにおける研究では夜間のメラトニンの低下は55歳以上の不眠症と関連性があるということを述べていました また2013年サンパウロ大学医学部のメタ分析では1683人の被験者を対象とした19件の研究を分析したところメラトニンによって眠るまでの時間の短縮や総睡眠時間の増加が確認されたということですさらに2017年北京やフェイン州立大学の共同研究によると不眠症の患者においてはメラトニンを補給することによって睡眠時間が増加したり眠るまでの時間が短縮されるなどの報告もされています 四つ目マグネシウム2012年イランにおける研究で46人の高齢者をマグネシウムまたはプラセボグループにランダムに分類してマグネシウムまたはプラセボをそれぞれ 500mg8 週間毎日摂取してもらったところ総睡眠時間に差はなかったものの マグネシウムを補給することによって睡眠時間、睡眠効率、メラトニーなどが優位に増加して眠るまでの時間やストレスホルモンを優位に低下させたということが分かりました。さらに2018年、オーストラリアや中国の研究では20歳以上の1487人を対象に食事からのマグネシウム摂取量と睡眠に関するアンケート結果を分析したところ女性においては食事からのマグネシウム摂取が日中の眠気を減らす可能性があると報告されていました。 さらに、マグネシウムやメラトニンビタミン混合物を混ぜた物質による睡眠効果も研究されていて2019年セルビアベトナムイタリアなどの共同研究で不眠症患者60人に対してマグネシウムメラトニンビタミンの混合物を3ヶ月間1日1回睡眠の1時間前に摂取してもらったところ不眠症の治療に効果がある可能性が示唆されたというふうに報告されています、えー、マグネシウムについては皮膚から吸収がされやすいというような話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないですがこの点について でではままた次の章でお話しします睡眠を高める栄養素5つ目トリプトファントリプトファンはヒスアミル酸の一種でメラトニンの原料です1982年の研究によると 1g 以上のトリプトファンを摂取することによって眠気を増加させたり覚醒状態から眠りに入るまでの時間減少効果が報告されていますまた 睡眠に対して正常な被験者では否定的な結果が得られたというふうにも報告されているので不眠症などで悩んでいる方であれば効果がありそうですけどもともと眠りに課題を感じていない方に対してはトリプトファンの摂取は効果が薄い可能性があるというふうに言えます1989年カナダのマニトバ大学の研究によると男性8人と女性2人を対象にトリプトファン 1.2g2.4g 偽薬の3グループに分けて研究を行ったところ すべての被験者において血液中のトリプトファン濃度と眠るまでの時間改善に有意な相関が見られたというふうに報告されていますしかしトリプトファンを 1.2g 摂取した方の場合摂取してから1時間後は眠るまでの 時間を減少させることに成功しまししたが接種してからら2時間後に眠っったた場合はそのの効果が得られなかったとのことこです、えー、しかし 2.4g を摂取した場合は摂取後1時間後および2時間後に睡眠をとった場合でも眠るまでの時間を減少させたということで寝る1時間前に飲む場合は 1.2g であれば効果がある2時間前に飲む場合は 2.4g を取らないと効果が得られない可能性が考えられますね。 量と飲む時間によっていつどのくらい飲んだらいいかを検討していただくといいのかもしれないです2002年ドイツのフライブルク大学の研究では不眠症の患者15人に対してトリプトファンを含まないアミノ酸飲料を飲んでもらったところトリプトファンが枯渇することで睡眠の継続性に悪影響を及ぼしたというふうにも報告されていますつまりトリプトファンがなくなるとそれはそれで睡眠に対して影響があるということが分かったということですね 6つ目、グリシン。グリシンというのは体内で合成できる11種類のヒヒスアミル酸の1つで、エビやホタテなど一般的な食材にも含まれている栄養素です。網代本さんの研究によると、寝るときに深部体温が下がると眠りにつきやすいというふうに言われていて、その下がり方が急の方がさらに眠りにつきやすいらしいんですけれども、ラットにおける研究で、 グリシンを投与することによって足の裏表面の血流が増加して熱が放出されることで深部体温が素早く低下することが分かったそうですまた同じような研究を人にも行っていて20歳から57歳の男性3名女性7名に対してもグリシン 3g を含む食事を摂取してもらったところ就寝の4時間後深部体温に相当する直腸の温度が優位に低下したと報告されています 同時に足の甲の表面の温度も増加したということが確認されているのでラットでも人でも同様にグリシンの補給によって足から熱が放出されて体の深部体温の低下が確認されたということですまた味の本さんと大阪バイオサイエンス研究所の共同研究によるとグリシンを摂取したラットではより深い 睡眠と言われるノンルーム睡眠が増加したということとさらに深い睡眠時に現れるデルタ波という脳波が増加したということも報告されていますえつまりグリシンによって深部体温が低下して眠りにつきやすくなる効果とさらに深い眠りにつく効果などが期待されるということですねここから3つはですね文献や研究論文が薄いんですけれども多少確認できたので簡単にご紹介したいと思います 7番目、ネムノキ2016年コンビ株式会社さんの記事によると健常な被験者に対してネムノキの樹皮から抽出したものを粉状にしてそれを 200mg10 日間摂取してもらったところ午後の眠気が抑制されたということが確認されたそうですこれによって体内時計を調整する効果がネムノキにはあるのではないかという可能性が示唆されています8つ目、ラフマ2015年株式会社ファームフーズさんの研究で ラフマの葉っぱから抽出したものはレム睡眠時間を7.6%増加させたという報告もあります。9つ目時計層 英語ではパッションフラワーというふうに呼ばれていて、ウィキペディアによると、アメリカや南アメリカの熱帯地域などが原産ということで、今では世界中に観賞用として広く栽培されている植物のようです。2011年、オーストラリアのモナ州大学の研究によると、18歳から35歳の41人に対して、時計層の含まれているお茶と、またはプラセボのお茶をそれぞれ1杯ずつ飲んでもらって、7日間睡眠に塩をつけてもらったところ、 時計層のお茶を飲んだグループの方が、睡眠の質が優位に優れていたということが分かりました。ネムの木、ラフマ、時計層については、研究されている文献が少なかったので、今後の研究に期待したいところですね。最後、レシチンなんですが、太陽科学さんのホームページに、レシチンが体内でアセチルコリンという物質に変わる性質を持っていて、レム睡眠の周期を整える働きがあるというふうに記述されていたんですけれども、肝心の論文が見つからなかったので、レシチンについては引き続き調査を進めたいと思います。 はいでは睡眠の質を高める栄養素のうち現在僕が摂取している栄養素と飲み方などについて簡単にお話ししたいと思いますまず一つ目ギャバですねギャバはストレスホルモンの減少ですとか眠りにつくまでの時間を短縮させてくれたりする効果が期待されると先ほどご説明しましたが 研究においては 100mg のギャバを入ったチョコレートを摂取しているだけだったのでサプリでギャバを取ろうとすると 500mg を含有しているものとかざらにあるので量としては十分取れると思いますギャバについてはチョコレートでも代用できるので手軽に入手できるというのが魅力ですね 2つ目、グリシン。先ほど味の素さんの研究では、睡眠の2時間前にグリシン 3g を摂取していたので、僕も同じようにグリシン 3g のサプリメントを夜の10時頃に摂取しています。同時にギャバのサプリンも1粒飲むようにしていますね。3つ目、マグネシウムですね。マグネシウムについては、皮膚から摂取することが可能かどうかについて、いくつか海外論文を当たってみました。 2003年イスラエルのソロカ大学医療センターの研究では視界ですね死の海と書いて視界はマグネシウムを含むミネラルがとても多い海ですけれどもここで視界でできそうになった69人の患者データを分析したところほとんどの患者で血液中のカルシウムやマグネシウムリンの値が異常値だったということが分かっています視界で泳いでた時に皮膚からこういったミネラル分を吸収してしまった可能性が まず考えられるのと口から摂取する可能性もここでは考えられるのでこれだけではちょっと不十分かなと思いますえ続いて2010年の研究では皮膚からのマグネシウム吸収によって体内におけるカルシウムとマグネシウム比率を変えられるかどうかが検証されたんですけれどもこの研究では22歳から69歳の合計9人に対して毛髪を分析することでマグネシウムとカルシウム比率を検証しました やり方としては週に2回100ミリリットルのマグネシウムオイルを溶かした水に20分間足を浸すというのを12週間続けてもらったそうなんですが9人中8人がマグネシウムを増加させて平均すると6割ぐらいマグネシウム濃度が高まったというふうに報告されていますこれを口から摂取した場合は同じように高めるためには9から24ヶ月かかるとも記述されていて 皮膚から取った方がより効率的にマグネシウムを高めることができるというふうにこの論文では述べていましたねただし被験者数がかなり少なすぎるということにも注意しなければいけないです、えー、続いて2017年イギリスのハートフォードシャー大学の研究でここではマグネシウムクリームの効果を研究したんですけれども25人に対して1日 56mg のマグネシウムクリームを塗るグループとプラセボクリームを塗るグループに分けて実施したところ マグネシウムクリームを塗るグループにおいて血液中のマグネシウムが優位に増加したということが確認されましたこの研究ではマグネシウムを皮膚から塗ったグループと塗らなかったグループで比較したものであるので塗ったグループと口から摂取したグループを比較したわけではないということに注意が必要です最後に2017年ドイツのメタ分析では皮膚からのマグネシウムを吸収することによって血液中のマグネシウムを増加させることができるかもしれないとは言いつつも ここまでの研究でもっとより大人数さらにマグネシウム濃度を増やした研究などが必要ではないかとも言われていました、えー、このメタ分析の結論としてはこれまでの研究を参照する限りでは皮膚から吸収するマグネシウムの使用はまだ推奨できないというふうに書かれていましたちなみに僕はアイハーブで買えるマグネシウムオイルを塗っているんですけれども塗り心地があまり良くないのでお風呂に混ぜる運用に変える予定です でマグネシウムに比べてギャバーとかグリシンは起床時の爽快感なども感じられるんですけれどもマグネシウムに関してはあまり体感がないのでちょっと今後今使っているマグネシウムオイルがなくなったら摂取はしばらくしなくていいかなとも思っていますはいでは最後にまとめです睡眠の質を高める栄養素としてギャバやテアニンメラトニンマグネシウムトリプトファングリシンなどはかなり研究も盛んに行われていて信憑性が高い と感じられました。一方でネムの木ラフマ時計層の3つについてはまだまだ研究があまり確認できなかったので今後の研究によって睡眠改善の効果を期待したいところです僕がとっている栄養素はギャバ、グリシンマグネシウムの3つですけれどもマグネシウムについてはあまり体感をできていないですがギャバやグリシンについては摂取をし始めてから眠りが深くなったり朝 すごく気持ちよく起きれるということを体感しているので個人的にこの2つはおすすめですねはいでは今回は睡眠の質を高める栄養素を9つご紹介させていただきました今回ご紹介した栄養素以外にも睡眠の質を高めると言われている栄養素があるので引き続き調査をして情報がまとまったらまたアップデートしたいと思いますそれでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたお疲れ様でした